ギターの種類について、紹介したいと思うのですが、まず僕のこちら側のギター、こちらがストラトキャスターモデル、そしてこちらがレスポールですね。それぞれ基本的な機能は一緒なんですが、まあ大きな違いと言いますと、ストラトの場合はピックアップが3つ、フロントピックアップ、センターピックアップ、リアピックアップ。レスポールの場合はフロントとリアですね。さっきのテレキャスターと同じになってきます。で、まあ特に、まあフェンダーストラトキャスターというものが有名なのですが、先ほどのテレキャスターモデル、こちらもフェンダーテレキャスターモデルというのが有名で、まあ基本的な構造は一緒なので、今回はレスポールのみちょっとピックアップの説明をしていきます。はい、レスポールですね。こちらは、テレキャスターと一緒で、フロントピックアップ、リアピックアップ、この2つのピックアップがついています。で、その2つのピックアップにテレキャスターにはついていなかった機能といいますと、2トーン2ボリュームといいまして、独立したトーンとボリュームのセッティングが可能になってきます。例えば今フロントにセッティングしています。こちらのピックアップで音を拾うのですが、ボリューム、トーン、こちらがフロントのボリュームとトーンになります。はい、リアにセッティングしました。今こちらで音を拾っています。リアの場合はボリューム、トーンというふうにこちらで操作します。で、例えばプレイ中にソロはボリューム10でいって、バッキングの時はボリューム5でいきたいって場合だったら、例えばリアはボリューム10、フロントはボリューム5というふうにセッティングしていくと、すごく実用的な使い方ができます。で、テレキャスターと同様にミックスも可能です。今この真ん中にセレクターをセッティングしているんですが、この場合はこのフロントとリア、この2つのピックアップで音を拾っています。そうするとまたリアとフロントと違う音が出るので、サウンドのバリエーションもできるという感じですね。まあちょっと、たくさん説明してしまいましたが、まずはヘッド、ネック、ボディ、チューニングをする場所、音程、ボリューム、まあざっくりとこの3つは今回でしっかり覚えてもらって練習を進めてみてください。